はい、皆さんこんにちは。今回ですけども、今回 YouTube の簡単な家の建て方、簡単な家を建ててみようのコメントにですね、一つ質問いただきましたので、それについてお答えしていければなと思います。まずですね、その質問の内容どういったものかと言います。この簡単な家の建て方でやってるやつだと、 3D で見た時にこのコンクリートですねがダサいと、まあ確かにダサいですよね。まあダサいということなんで、この壁の変え方、好きに変える方法を教えてほしいという質問をいただきました。以前の動画でですね、まあ以前っていうか何回か動画で説明はしているんですけど、まず壁を設定しまして、デフォルトをしますよね。まずで、その時にこことここでいろいろ変えれるよっていうお話なんですけど、もうちょっと詳しく話していけたらなと思います。まあ今回ちょっとこっち側を全部鉄骨材に変えてるんですけど、これをまあどうやって変えたのかっていうと、まあさっきも言った通り、ここですね、ここで自由にいじれると。このビルディングマテリアルなんですけど、これ何かって言いますと、まずこいつらは基本的に構造部材でして、断面を切った際に出てくる部材なんです。基本的に単純なんで、これを使っていくっていう話をしましたよね。これですね、この組み立て法で基本複合構造断面形状って2個、3つあるんですけど、基本的にこれを使ってると言いましたけど、これを使う際の構造部材的なメインで使う、何をどういう風に使うのかっていうのをここで選びまして、でこの例えばこの S、 これだとちょっとまあクソダサいじゃないですか。このクソダサいのをどう変えるのかって言いますと、この鉄骨材のメインは鉄骨材でできてるんで、そのままにしておいて、その後にこちらのビルディングマテリアルですね、上書き、材質上書きですね、ここを押すと顔面材質、偏材質、内面材質ってあるんで、まあここを押していただいて、これでいいですね。で、はい、つなげていただいて、まあ漆喰の白ファイルにしていただくと、こんな感じでコンクリートとは別で白にできます。でこれもちょっと嫌に感じるんでありましたら、まあ本当に何でもいいんですけど、タイタンホワイトとか真っ白なるんで、一旦分かりやすいかな。で、これ材質上書きすることに何のメリットがありますかと言いますと、今さっき言ったように見た目、まあ言ったら上書き、仕上げですね、見た目レベルでのみなんですけど、することができるっていう点と、失礼いたしました、集めていただいてしまいました。もう一つですね、まだこのチャンネルでは説明してないんですけど、このツインモーションですね、まだプラグインしてない方はここにないと思うんですけど、ツインモーションをいじるにあたって材質をここで変えておくことで、一つの部材レベルでツインモーションで好きに部材を変えることができる、部材のテクスチャーを変えることができるというメリットがありますので、まあこれはツインモーションいじるときにももうちょっと詳しく説明します。でですね、もっとリアルにしたいなと、今の状態ですと見てください、いじったけど変わんないんですよね。この図面あくまでもこの一つの部材なんで、リアルだともっと断熱材であったりいろいろありますよね、空気層があったりと。でここなんですよ、この組み立て法、基本複合構造断面形状。断面形状っていうのは、まあ、こんな感じでパラペットがあったり装飾であったり、ちょっと違うものがいっぱいあるんですよね。この曲面壁っていうのはもう僕が作ったやつです。これも自分で作れるんで、このカスタムってところは。これもまた後ほどの動画で説明します。で、とりあえず今回これですね。これを使っていただくと見てください。こんな感じでね、めっちゃリアルになるんですよね。例えばこのサイディング針の外断熱であったり、これ全部壁ですね。であったりですね。タイルであったり、石張りであったり、セメント、なんか、まあ、言ったらいろいろあります。で、これしかないんかと言いますと、またそれは違ってですね。これちょっとじゃあやりましょうか。アイデンレスで。はい。これを押すと全部、その設定に合わせてくれるんで、これでいきましょう。材質、これはなしで。で、OK しますね。で、今こんな感じになってます。平面図が。で、こいつをもうちょっと変えたいと。あ、一応 3D も見ておきます。で、この壁をもうちょっと詳しく見ていきましょう。はい、こんな感じですね。サイディング。あ、いいな、これ。まあ、こんな感じなんですけど、これをもうちょっと変えたいと。まあ、これ、まあ僕は好きなんでいいんですけど、ちょっと気に入らんなって方、
いると思うんで、ここを右クリックしていただくと、この複合構造断面形状編集っていうのがあるんで、それを押していただくと、このレイヤーが全部貼れます。で、例えばこのサイディング嫌だな、嫌だなって方、こっちの木製サイディングにするってなると、こんな感じで変えます。あ、こっちの方がいいかも。まあ、なんでもいいや。てな感じでね、このレイヤーも変えることができるっていうのがすごい便利で、めちゃくちゃリアルじゃないかなと思います。この空気層、空気層いらんわというか、ここに空気層じゃなくて違うところに空気層を入れるみたいな、もう結構リアルな話になるんですけど、基本的にはこのやつを使っておけばもう学校ではもう多分使えます。知識ある方はね、ここを自由に書いてもいいんでしょうけど、僕は全然知識がないんで、これでやっていきますね。そうですね、ここのタイプ、仕上げ。これは今仕上げなんでね。仕上げてなってるんでしょうけど。で、割合とかも決めれたりね。あとは普通に挿入してレイヤーを足したりすることもできるんで、これをうまく使えばいけるんじゃないかなと思います。てな感じでね、今回はこの材質を変えるお話についてしていきました。ここを押して、ここで、メインで使う。今回ってはコンクリートなんで、一応またコンクリート戻しますね。で、コンクリートにして、で、その上でビディングマテリアル。押していただいて、レンガーであったり、カビタタク、これですね。こんな感じだと一緒ですよね。なんで、この見た目に関してはまあ一緒なんですけど、図面で見ると、そうなんです。メインが RC、鉄筋コンクリートなんで、こうなっちゃうよと。仕上げが全然違うよと。仕上げというか図面の仕上げが全然違うよという感じになります。はい、今回ですね、YouTube でコメントをもらったことについてお話ししていきました。この複合構造をうまく使い分けて、うまく使いこなして、学生ながらもプロに近いような図面をどんどん仕上げていけるようになっていけたらいいのかなと思います。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。